紀元前15世紀、イスラエルの指導者モーセは、シナイ山で神に示された型に従い、幕屋を作った。幕屋は、後のエルサレム神殿の原型となった礼拝所である。紀元前10世紀になって、ソロモン王はエルサレムに神殿を作った。これは幕屋を大きくし、壮麗にしたものであった。しかし基本的構造は幕屋と同じである。日本の神社の基本構造は、この古代イスラエル神殿、またその原型であった幕屋に非常によく似ている。例えば、イスラエルの神殿と幕屋は、聖所と至聖所と呼ばれる二つの場所からなっていた。同様に日本の神社も、拝殿と本殿からなっている。そしてこれら二つの場所の機能もよく似ている。一般の人々は神社の拝殿の前で祈る。拝殿の中には入ることができない。そこは神官と特別に許された人々のみが入れる場所である。本殿は一般の人々はもちろん入れないが、神官もそこに特別な時に入るのみである。同様に古代イスラエルにおいても、聖所、拝殿には、祭司しか入ることができなかった。その奥の至聖所、本殿は、大祭司が年に一度だけ、大食材日、ヨムキップルに入った。また日本の神社において、本殿は拝殿より一段高いところにある。そして両者は普通、階段で結ばれている。これは古代イスラエルの神殿でも同様であった。聖書学者によれば、ソロモンの神殿において、至聖所は聖所より一段高いところにあり、その間には幅約 2.7 メートルの階段があったのだ。なお、日本の神社に類する建築物は中国にも朝鮮半島にもない。東南アジアにもない。中国の北京には、明や清の皇帝が天に対して祭祀を行った天壇と呼ばれる礼拝所がある。天壇とは天を祀る祭壇の意味である。これは円形の建物であり、また中国で最も縁起がいいとされる九の数や、その倍数で欄干や階段が作られるなどしていて、日本の神社にもユダヤの幕屋にも全く似ていない。一方、韓国には、ソウルに、サジッタンと呼ばれる礼拝所がある。これは国王が、土地の神と穀物の神を祀ってきたところであるが、五色の土、青、白、赤、黒、黄が被せられた祭壇で、日本の神社の構造には似ていない。ギリシャやエジプト、ローマの神殿も、日本の神社には似ていない。神社に類する建築物は、シルクロードの両端にあった古代イスラエルと日本にのみ共通することなのである。かつて私は数人の知人と共に駐日イスラエル大使館を訪れ、エリ・コーヘン大使にお会いしたことがある。その時彼は、これは三笠宮殿下にもお渡ししたものなのですが、と言って、私たちに一つの小冊子をくださった。それは日本とユダヤの類似性と題した大使自身が書かれた小論文であった。コーヘン大使は日本人の師匠の下で空手五段を習得した黒帯であり、昔から日本には馴染みがあったという。また大使の名コーヘンはヘブル語で祭司を意味する言葉であり、大使がユダヤのレビ族の家系、また大祭司アロンの直系子孫であることを示している。そのように、日本とユダヤ双方の伝統に深い関心を持っている大使であるが、両者の間に多くの類似性が存在することに気づいたので、それを文章にまとめたという。その論文の中に、神社についてこう書かれている。伊勢神宮は
木材で建立され、一本の金属も建立中に触れられることがありません。それは自然との一体、また自然の一部であることを意識したものです。イスラエルの祭壇についても、旧約聖書の中で神はモーセに言われています。神のために祭壇を建てるときは、それは土から自然にもたらされるべきであり、あるいは自然の石であるべきであり、建立時は金属を当ててはならないと。つまり、イスラエルの礼拝場においても、日本の神社と同様、自然との一体性の中での礼拝が求められたのである。日本の神社はまた、大抵山の上や小高い丘の上に建てられる。日本には高い山の上には必ずと言っていいほど神社がある。富士山の山頂にだって神社がある。古代イスラエルにおいても高い山の上には必ず高きところと呼ばれる礼拝所が設けられていた。聖書には何度も高きところが出てくる。日本の神社が大抵高いところに建てられているのを見ると、私はそれは高きところなのだと思う。エルサレムの神殿もモリア山上に建てられた。またモーセはシナイ山上で十戒を授けられた。このようにイスラエルにおいても山は神に近い場所と考えられたのである。日本の神社はほとんど東向きあるいは南向きに建てられている。東向きの場合、例えば松尾大社、その他は鳥居が東側に、本殿が西側にある。これは東から日が昇るからである。古代イスラエルの幕屋や神殿は東向きだった。これは神の栄光が東の方から現れるという信仰に基づく。古代イスラエルの幕屋、また神殿の至聖所、つまり最も奥の聖なる場所には契約の箱が安置されていた。日本でいうおみこしである。契約の箱の中にはイスラエルの三種の神器、十戒の石の板、マナの壺、アロンの杖が入っていた。十戒の石の板はシナイ山でモーセに与えられた十戒を記した石の板である。神ご自身の指で刻まれたと言われる聖なるもので、2枚の石の板に5つずつ戒めが書かれていた。マナの壺は、アラノ放浪時代のイスラエル民族のために、天から与えられた特別な食物、マナを入れた金の壺である。そしてアロンの杖とは、大祭司アロンの持っていた木製の杖である。アロンが神に選ばれたものである印として、一夜にしてそこからアーモンドの芽が吹き出て花が咲いたと言われる杖だ。これらがイスラエルの三種の神器であった。しかしこれらは偶像ではなかった。つまり人々はそれらを神として拝むことはなかったのだ。それらの神器は、そこが目に見えない神の降臨する神聖な場であることを示すために置かれていた。同様に日本の神社の本殿にも偶像は置かれていない。本殿の中には鏡や御幣、石、剣などが置かれているが、それらは偶像ではない。神道の信者は鏡や御幣を神ご自身として拝むわけではない。神道では神は目に見えないお方と信じているのだ。鏡や御幣はそこが目に見えない神の降臨する神聖な場であることを示すために置かれている。古代ユダヤ教と同じである。神社の鏡や御幣は神道用語でより代と呼ばれるものである。
これは神の霊が降臨する目標物の意味だ。つまり古代イスラエルの三種の神器、十戒の石の板、マナの入った壺、アロンの杖も、神道式に言えば一種の依り代だったわけである。このように神道用語を使うと古代ユダヤ教が分かりやすくなる場合がある。これも興味深いことだ。人間は木や石などで神の像を形作り、とかく偶像を作りやすい。古代世界においてはほとんど誰もが偶像を持っていた。それは目に見える神だったからである。古代メソポタミアの宗教は皆偶像を作った。エジプトでもそうだった。仏教でも様々な仏や神の像を作り、偶像を作る。ヒンズー教やギリシャ、ローマの宗教などもそうである。カトリックのキリスト教にも偶像がある。しかし、ただユダヤ教と日本神道においては、古代から一貫して偶像が作られなかったのだ。世界広しといえども、偶像を作らない宗教は、ユダヤ教と日本神道とイスラム教だけである。私がラビ・マービン・トケイヤーとしばしば対談したとき、彼はこれを特に強調していた。もっとも、中には神の形をかたどった像が置かれている神社も時に見かけることがある。例えば出雲大社には大国主の御事の像があるし、松野大社には豊玉姫の像がある。しかし日本で神々の図像化が始まったのは9世紀初頭以降のことである。それは空海の真言密教の影響を受けてのことで、それ以前はなかったものだ。真言密教は仏や神の世界をしきりに図像化するものだから、それを真似たか対抗する気持ちが働いたのだろう。しかし神を図や彫像で表すのは神道本来のあり方ではない。フランスの作家アンドレ・マルローもこの点を鋭くついている。彼は来日した折、三重県熊野の早玉神社で名高い男女一対の心臓を見た。宮司がもったいなげに御簾を上げ、懐中電灯で一瞬だけ照らし出して、すぐさま御簾を下ろして見せてくれたのだが、その時マルローはこう言ったのだ。あの畏敬の外観は儒教的だ。ご神体と聞かされたが、そんなはずはない。マルローのこの評価は直ちに神社界を走り、早玉神社は動揺したという。そういうことを竹本忠雄氏が書いている。このように神道は本来はユダヤ教と同様に偶像を作らない宗教なのである。また私の知人にイスラエルのベングリオン大学の教授をしているユダヤ人がいる。彼は日本の筑波大学の講師でもあり、しばしば来日している。日本の武道もたしなみ、日本文化に深い関心を寄せている人であるが、諏訪大社を見たいというので、ある日車で一緒に行ったことがある。彼は諏訪大社の前宮や本宮を見学して回った。その際、そこに偶像がないのを見ると、前宮の拝殿の前に進み出てお祈りを始めた。ユダヤ式の祈りである。敬虔なユダヤ教徒である彼がどうして神社の前で祈るのかとも思ったが、どうも彼には違和感がないらしかった。あそこで何をお祈りしたのですかと後で彼に聞いた。すると、ああ、いつもユダヤ教会堂で祈っている祈りと同じだよ、との答えであった。偶像がないということで、彼にはそこは親しみさえ感じられる場所だったようだ。古代イスラエルに三種の神器があったように、日本にも三種の神器がある。
日本の三種の神器は鏡、勾玉、剣である。正しくは八田の鏡、八坂の勾玉、草薙の剣という。鏡は神の御姿を映し出すもの、勾玉は首飾り用の装飾具で幸運を呼び寄せるもの、剣は悪と災いを断ち切るものである。これらは古くから天皇の皇位継承の印、最も聖なる頼代として重要視されてきた。現在日本の三種の神器は分散して保管されている。八田の鏡と八坂の勾玉は伊勢神宮にあり、草薙の剣は熱田神宮にある。天皇の宮中にもそれらの複製が置かれている。日本の三種の神器とイスラエルの三種の神器、つまり十戒の石の板、マナの壺、アロンの杖の間にはいくつかの相違点がある。しかし三つのものを最も聖なる神器とし、王国継承の印とする点で共通している。もっとも古代イスラエルの三種の神器はバビロン捕囚の時代に行方不明となったから、同じものを日本で神器とすることは不可能であった。しかし日本神道で三種の神器を尊ぶのは古代イスラエルの三種の神器の名残のように思えてならない。藤沢親雄博士は正統派神道の信奉者であり九州帝大教授であったが、日本の三種の神器の起源は古代イスラエルにあると信じていた。他にも神道の学者で日本の三種の神器はイスラエル起源と考える人は少なくない。なぜなら細かい点で違いはあっても三種の神器というもの自体がイスラエル的なのである。ある人は古代イスラエルの十戒の石の板と日本の鏡を対応させ、またマナと勾玉を、杖と剣を対応させて考えている。またある人は鏡はソロモン神殿においても使用されていたと指摘している。鏡はイスラエルの神殿で用いられた神器の一つであった。さらに勾玉の形はヘブル語のアルファベットの一つであるヨットにそっくりである。このヘブル文字は神の皆ヤーウェの頭文字であり、それだけでヤーと発音するのだ。ヤーはヤーウェの短縮形ヤーであり、それだけで神を意味するのである。日本の神社に入っていくと、その参道の両脇に一対の狛犬が座している。狛犬は偶像ではない。人々がそれを神として拝むことはない。狛犬は神社の守り役として置かれているものだ。狛犬は神社だけでなく天皇の玉座の両脇にもあった。平安時代から天皇の住まいであった京都御所の清涼殿の玉座の両脇には左右一対の狛犬が座していた。狛犬は犬と書いても、頭部が毛に覆われたあの動物は実はライオン、獅子である。日本には獅子舞などの文化もある。明治6年にロシアの皇族が来日した時、東京の浜離宮で獅子舞が演じられた。翌7年にイタリアの貴族が来日した時も同様のことがあり、獅子舞は古来日本の代表的演舞であった。狛犬も獅子、つまりライオンである。ただし厳密に言うと片方の狛犬の頭に角が一本あることがある。これを狛犬という。この角のある方はユニコーン、一角獣である。ライオンは昔の日本には一頭もいなかった。そのいないライオンがなぜ古代から日本の神社の守り役として座すようになったのか、私は神社の狛犬を見るたびに不思議な思いに打たれる。
神道の学者は狛犬はもともと中近東から来たことを一致して認めている。狛犬という言葉はもともと狛の犬、つまり狛、朝鮮から来た犬の意味である。しかし狛ではそれは唐の犬と呼ばれ、また唐ではペルシャの犬と呼ばれていた。このようにもともと起源は中近東なのだ。実際ペルシャに限らず、中近東の様々な古代神殿や王宮から日本と同じように左右一対の狛犬が多数発見されている。そしてそれはまさにライオンなのである。さらに中近東地域の狛犬の起源はどうもイスラエルのソロモン神殿、あるいはソロモンの王宮にあったようだ。なぜなら紀元前10世紀に建てられたソロモンの神殿の中にはライオン、獅子の像やレリーフがあったと記されている。また王宮の玉座の両側には獅子の像が置かれていた。その玉座の肘掛けの脇には2頭のお獅子が立っていた。また12頭のお獅子が6つの段の両側に立っていた。このようなものはどこの王国でも作られた試しがなかった。私は以前岐阜県の下呂温泉合掌村の狛犬博物館を訪ねたことがある。そこでも中近東から日本に至るシルクロード各地の狛犬を展示し、狛犬は古代オリエントでライオンの像を王の身近に置いたのが始まりと述べていた。このように狛犬は中近東、とりわけイスラエルが起源なのである。狛犬一つとってもそこには古代イスラエルが見て取れるのだ。日本の神社の入り口近くには手水屋がある。これは水飲み場ではなく、参拝の前に口をすすぎ手を洗ってみそぎをし、心身を清めるための場所である。昔は